マイケル・アン・サラは、アメリカ合衆国の俳優、声優。フランス移民党治療シリアに、レバノン人の子として生まれる。2歳の時に、アメリカ合衆国に移住し、マサチューセッツ州、ローウェルで育つ。ロサンゼルスシティ・カレッジ卒業。1950年代に、映画、テレビドラマとも、主に西部劇に出演。インディアン役を多く演じた。また、 スタートレックのテレビシリーズ、宇宙大作戦、スタートレック、ディープスペース9、スタートレック、ボイジャーの3シリーズで、クリンゴン人の監獄を演じた。スタートレックシリーズでシリーズをまたいで、同じキャラクターを、同じ俳優が演じた数少ない事例である。晩年は、テレビアニメシリーズ、バットマンで、ミスターフリーズの声優も務めた。2013年7月31日。 アルツハイマー病による合併症のため死去。91歳。かわいい魔女、ジニー出演時。右は当時の妻でもあったバーバラ・イーデン。私生活では3度結婚し、2人目の妻はテレビドラマ、かわいい魔女、ジニーでジニーを演じたバーバラ・イーデン。バーバラとの間に誕生した息子のマシュー・アンサラも俳優になったが、2001年に、 薬物の過剰摂取により35歳で死去している。なお、二人はハリウッドの墓地で隣り合って眠っている。ありがとうございます。